皆様こんにちは。本日演奏しますのは静岡交響楽団の皆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして本日の指揮と司会を務めさせていただきますのは私和田和樹がお送りします。皆さんよろしくお願いします。さあね、不思議な色を着た、指揮者だと思いの方いらっしゃるかもしれませんがね、静岡といえばお茶、お茶といえば緑ということで、静岡交響楽団、そして私、緑を愛してやまないということでございます。あ、もちろん緑以外にも好きな色ね、たくさんいますので、後で皆さんぜひ楽しみにしていただけたらと思います。
さあ華々しく始まりました1曲目でございました。ウィリアム・テルというオペラの序曲を聴いていただきましたが、その後半部分のスイス軍の行進という曲でございました。この曲はそう、悪の帝王ジェスレルをやっつけろとスイス軍が最後に盛り上がって行進してくるところを表している曲でございました。さあ続いて A の曲に移っていきたいと思います。続いては皆さんに歌を聴いていただきたいと思います。本日は歌のお姉さんをお呼びしております。みなこお姉さんです。どうぞ。みなさんこんにちは。歌のお姉さんの和田みなこです。今日はオーケストラの演奏たっぷり楽しんでくださいね。よろしくお願いします。さあ早速ですが、はい、お姉さん今日は何の歌を歌っていただけますか。はい、動物さんが2匹出てくる歌を歌います。あ、犬のおまわりさんと子猫ちゃんが見えますね。子猫ちゃん泣いてるけど大丈夫かな。それでは犬のおまわりさん聞いてください。ございました。わー、お母さん見つかったみたいで、よかったね。バイバイ。さあね、よかったですね。よかった、ね、はい。さあ続いては何を聞かせてくださいますか。はい、続いての曲も動物さんが出てくる曲です。さてどんな動物が出てくるでしょうか。大きい動物ですよ。
私の熊さんの仕事もここまででございます。さあ指揮者に戻ってね、皆さんにこの先はですねオーケストラを少し紹介していきたいと思うんですが、はい、オーケストラというのはたくさんの楽器で成り立っているわけですが、今日はねちょっとそれを少し皆さんに紹介していこうと思います。大きく4つのグループに分かれます。木管楽器、息を吹き込んで音を出す木管楽器、そして金管楽器、叩いて音を出す打楽器と弓で弦をこすって音を出す弦楽器というふうに4つのグループに分かれるわけですが、まずは木管楽器から見ていきたいと思います。さあ木管楽器の皆さん、楽器を挙げてくださっていますが、まず皆さんよくね知っていると思います。まずはフルート、はい、そう構え方がねこう横だったりねしますよね。はい、そしてオーボエ、ありがとうございます。そしてクラリネット、ありがとうございます。そしてファゴットです。ファゴット、おファゴットとっても大きいですね。はい、それでは木管楽器の音を聞かせていただきたいと思います。さあ木管楽器の後ろに座ってる皆さんでございます。金管楽器をね紹介していきたいと思いますが、まずは皆さんから見て左手側、ホルンという楽器でございます、ね、すごいですよね。ぐる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 巻かれていてね、カタツムリのように見えるかもしれません。さあ続いてはトランペット、これは有名ですね、かっこいいですね。そして続いてはトロンボーンという楽器でございます。あ、スライドが伸びたり縮んだり、あ、抜けちゃった、ナイスリアクション。そしてトロンボーンの、右手でございます、チューバ、大きいですね。はい、それでは金管楽器の音も聞かせていただきたいと思います。紹介していきたいと思いますが、皆さんから見て右手側でございますね、打楽器の中でも王様と言われているティンパニーという楽器でございます。
ティンパニーはね、実はちょっと見えづらいんですが、ペダルというのがついていて音程調整ができる楽器でございますが、さあティンパニー早速音を聞かせてください。ね、皆さんにも幸せをお裾分けということでございました。さあ皆さんから見て左手側打楽器のご紹介に移っていきたいと思うんですが、これね、皆さんの見たことある楽器がたくさんあると思います。例えば、はい、タンバリンだったりトライアングルだったり、ちょっと見えづらいかな、カスタネットね、皆さんの身近にある楽器こんなもんですか今日は。はい、あとはたくさん後ろに控えておりますけれども、打楽器のアンサンブルという形で今日は聞かせていただきたいと思います。それではお願いいたします。ありがとうございました。はい、そして皆さんの目の前中央に、座っている皆さん、弦楽器の皆さんでございます。右手の弓で弦をこすって音を出すわけでございますが、まず何といっても有名なのはバイオリンでございますよね。はい、オーケストラでは2パート、ファーストバイオリンとセカンドバイオリンに分かれますけれども、まずファーストバイオリンの皆さん、どちらにいらっしゃいますか。いらっしゃってますね。そしてその後方にセカンドバイオリンの皆さん、ありがとうございます。そしてこちらにはビオラの皆さんがいます。すごい明るい。ビオラの方がね、ちょっとバイオリンより少し大きいんだけれども、ちょっと低い音なんですけどね、人柄はとても明るい人たちが揃ってると。ありがとうございます。そしてビオラよりちょっと大きい、ちょっとどころじゃないね、チェロという楽器でございます。そして一番奥にコントラバスです。地味にテンションが高いという感じで、ありがとうございます。それでは弦楽器の演奏をお聴きください。モーツァルト作曲アイネクライネナハトムジクより第一楽章でございます。
ました。ありがとうございます。さあ、ここまでオーケストラの楽器を紹介してきましたが、まだ紹介していないパートが一つあります。そう、それは指揮でございます。はい、指揮者はテンポだったり音楽のニュアンスだったりをこの指揮棒を持ってね、やっているわけですけれども、このね、棒を持って人生をかけているね、あくまで人生を棒に振ってるわけではございません。はい、特に笑いも来ない中続けていきたいと思いますけれども、はい、本日はですね、カルメン、オペラカルメンの前奏曲を使って皆さんと一緒に指揮をやっていきたいと思います。このカルメンの前奏曲、とても有名な曲でございますが、2拍子でございます。2拍子ですよ。1、2、1、2、1、2、1、2とこのように振るわけですね。はい、それではもういきなり皆さん早速、これね、両手でもいいんですよ。両手でもいいです。もう本当に片手でもいいし両手でも、まあでも皆さん元気よく両手を使ってやってみましょうかね。はい、それでは早速演奏に合わせて2拍子大きく、フォルテというね、エネルギー力強い音楽でございます。一緒に演奏してみたいと思います。皆さん聞いたことあると思います、カルメンでございますが、はい、この曲続いてはちょっと音が小さくなって、音楽用語で言うとピアノという部分に入ってきます。そうすると今皆さんこうやって勇ましくフォルテで強く振っておりましたけれども、ここからは小さく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 、そう、この図形を小さく振ります。ちょっとやってみましょうか。せーの、1、2、1、2、そうです、うまいです。見えてるわけじゃないけど感じます。そう、素晴らしい、こういう感じですね。はい、ありがとうございます。そして次のこの第二ブロックでは、小さいところから大きくなったりまたちっちゃくなったりというところがあるので、曲に合わせて一緒に大きさを表現してみてください。そしてね、この第二ブロックの最後、だんだん大きくなるっていうのもあるんです。こう小さいところからだん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 、そう、このように図形を大きくしていく。あ、うまいですね。そう、そういう感じです。はい、ありがとうございます。それでは早速曲に合わせてやってみたいと思います。素晴らしいです。そうです。そしてまた最初に練習した最初のブロックにこの曲は戻るんですが、最初と違うところが一箇所あります。先ほども言いました、この強くというフォルテ、音楽用語でフォルテというところなんですが、最後にこのフォルテが2つになって大きいのがもっと大きくなるんですね。そこはオーケストラの皆さんがこの三島、あ、これ三島じゃないのかもしれないね、見てる人はね、この地球から太陽に置けるぐらいの距離ぐらいのフォルテ、フォルテスモーというテンションをオーケストラの皆さんが出してくださいますので、その時私たちもフォルテスモは熱狂的に振るという練習をしてみたいと思います。それでは曲に合わせてやってみましょう。
とうございました。さあ皆さんどうですか、ね、練習できましたか。できてない、巻き戻してもう一回やりましょう。そして練習ができたらこの位置から本番で皆さんと一緒に通してみたいと思います。さあ準備が良ければいきますよ。それでは参りましょう。完璧じゃないですか皆さん。素晴らしいです。ありがとう。皆さんからも拍手ね。完璧でしたね。さあでも皆さんご存知かもしれませんけど、この曲はもっとテンポ速いんですよね。本当はね、ちょっと今の動き早くやるのは難しいかもしれませんが、静岡交響楽団の演奏でぜひとも一緒に指揮をしてみてください。それでは静岡交響楽団通常モードの関連を皆さんに聞いていただきたいと思います。皆さんは式で参加してください。ありがとうございました。これであなたも明日から指揮者です。はい、さあそれでは、オーケストラのね演奏に戻っていきたいと思います。続いてお送りするのは皆さんの大好きなディズニー、そう小さな世界という曲でございますが、そう It's a Small World という曲でございますね。この楽しくウキウキした音楽をですね、この今の世の中からまたみんなとはみんなが手と手を取り合って会えること、そう世界はなんて小さいんだとまた思える日が来ることをお祈りいたしまして、私たち心を込めて演奏します。小さな世界 It's a Small World でございます。Thank you.
ありがとうございました。さあ再び美奈子お姉さんを呼んで歌を聴いていただきたいと思います。それでは美奈子お姉さんお願いいたします。皆さんコンサート楽しんでますか？はい、続いては何を歌っていただけますか？はい、続いての曲ではいろんな色が出てくる歌を歌いますよ。しずきょうダンサーズの皆さんにも協力してもらって曲を盛り上げたいと思います。それでは早速色の紹介をしたいと思います。まず一つ目の色、赤です。オーケストラの中にもたくさんのクレヨンさんがいますよ。割と赤多いですね。多いですね。はい、はい、それでは二つ目の色、青色です。青色もたくさんいますね。ありがとうございます。そうですね、まあたくさんいますね。はい、3つ目の色、黄色です。わーい、ちょっと少ないのかな。ちょっと少ない。お姉さんは黄色が大好きです。4つ目の色、緑です。緑です。お兄さんは何色が好きですか？緑でしょうね、多分。はい、お兄さんは緑が好きだそうです。それでは赤、青、黄色、緑、自分の好きな色が出てきたら何回でもいいので手を振ってくださいね。それではどんな色が好き？ございましたね。青色のお姉さん、服は黄色なんだけど青色が好きなんでね。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、はい、それでは続いてでございますが、はい、はい、お歌を聴いていただいたんですが、続いてはね、手遊びをお姉さんしてくださるということで、はい、そうですね、はい、続いてはオーケストラの演奏と一緒に手遊びをしたいと思います。さて、お兄さん、はい、何の曲で手遊びするんでしょうか？そうですね、オッフェンバック作曲の、幾何劇より天国と地獄、ね、はい、天国と地獄という曲の、序曲のですね、カンカンというね、こうダンスミュージックなんですけど、カンカンって踊りのところの部分の曲で、やりたいということです。でもこれすごいことですよね。クラシック、そしてこのフルオーケストラの演奏に合わせて手遊びをするという、かなりゴージャスな。欲しいですね、はいはい、それでは早速ご指導のほどよろしくお願いいたします。はい、早速3つのブロックに分けて練習をしてみたいと思います。では手を出してください。最初はお膝を2回叩いてお腹を触ります。次はお膝を2回叩いて肩を触ります。次は
お膝を2回叩いて頭に来たら、お膝、お腹、肩、頭、これを2回繰り返します。では続けてやってみましょう。手を出してください。せーの、お膝、お膝、お腹、お膝、お膝、肩、お膝、お膝、頭、お膝、お腹、肩、頭、お膝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 、肩、お膝、お膝、頭、お膝、お腹、肩、頭。皆さん上手にできましたか？それではここまで大きくさせてゆっくりやってみましょう。わかりました。それではオーケストラの演奏に合わせてやってみたいと思います。せーの、お膝、お膝、お腹、お膝、お膝、肩、お膝、お膝、頭、お膝、お腹、肩、頭、お膝、お膝、お腹、お膝、お膝、肩、お膝、お膝、頭、お膝、お腹、肩、頭。ありがとうございます。皆さん上手にできましたか？では練習してみたいと思います。それでは頭に置いていた手を上に上げて4回叩きます。せーの、 1,2,3,4 横にキラキラ、はい、4回 1,2,3,4 次は前にキラキラ、繰り返します。 1,2,3 横にキラキラ、前にキラキラ。そしたらお膝、お腹、お腹、肩、肩、頭、頭、お膝、お膝、お腹、お腹、肩、肩、頭、頭。ここまでが第2ブロックです。それではここまでも大きな演奏に合わせてゆっくりやってみます。せーの、ください。右左に手を振ります。いきます。せーの、右左、右左、右左、4回拍手。1、2、3、4、右左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 、3回いただきます。1、2、3、右左、右、左、右、左、一、二、三、四、右、左、右、左、右、最後は三回叩いて自分の好きなポーズです。ありがとうございます。それではここまでもオーケストラの演奏で練習してみましょう。せーの、右、左、右。Thank you.
ます。よくできてますね、今見てみたらね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、それではここまで続けてやってみたいと思います。準備お願いします。ですね、皆さんのこの熱狂的な右左揃っているんでしょう ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ただこれまたさっきと同じ話になってしまうんですけど、この曲本当はもっと早いんです。あ、そうでしたね、はい、なのでそれでは通常のテンポでいきたいと思いますが、はい、はい、もう静京ダンサーズはもうキレッキレですから、どんなもう早いテンポでももうキレッキレッキレッできると思いますけどね。頑張りましょう、はい、これを見ているお友達もぜひついてきてください。頑張りましょう。はい、それでは参ります。楽しく盛り上げてくれました静京ダンサーズの皆さん、そして歌のお姉さん、みなこお姉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続きも楽しんでね。はい、というわけでオーケストラのね、フルオーケストラの演奏をバックに皆さん手遊びをして楽しんでいただけたと思います。これは今皆さんね、こう画面を通してかもしれませんが、会場ではですね、みんなで同じ動きでですね、結構熱狂的な空間になったりするんです。ぜひともまたこのね、今の世の中こういう状況でございますが、皆さん
会場にお越しいただけるようになったらですね、ぜひとも会場でこの静岡交響楽団の生の音を味わっていただきたいと思います。それではオーケストラの演奏に戻りたいと思います。続いてお送りするのはブラームス作曲のハンガリー舞曲第5番でございます。このハンガリー舞曲、ハンガリー地方の民謡などを聴いたブラームスが、お、なんて素敵なメロディーなんだろうと思ってですね、このメロディーを使ってオーケストラ、最初はピアノだったんですけども、オーケストラ版にアレンジしたり編曲をするようになりました。そしてこの曲は世界的に爆発的にヒットをしたということです。そしてそれを、知ったドボルザークが、先生僕も何か書いてみたい、君もね、そうだよ、スラブ舞曲集なんて作ってみたら、なんて言ってね、後輩だった作曲のドボルザークにも勧めることになったわけです。この民謡というのは面白くて、日本でもそうですよね、これ誰が作ったんだろうって思うんだけれども、なぜか生まれた時から歌ってしまうようなメロディー、例えば富士山もそうですよね、誰なんだろう作曲者、でもみんなの心の中には富士山とその富士山のメロディーがある。それでは富士山をお聴きくださいと言いたいところなんですが、本日はブラームス作曲ハンガリー舞曲第5番を、我々静岡交響楽団全集中の演奏、一糸乱れず全集中の演奏をお届けしたいと思います。それではどうぞお聴きください。はい、ありがとうございました。ブラームスハンガリー舞曲第5番でございました。さあ、そして皆さんとのこの楽しい時間も次の曲が最後となりました。続いての、曲はエルガー作曲の威風堂々、行進曲を皆さんにお送りしてお別れしたいと思います。またね、皆さんと一緒に、皆さんが会場に来てくれる日を信じて、そして
私たち静岡交響楽団の演奏を生で聴いていただける日を楽しみにしております。それでは最後の曲です。お楽しみください。
この鳴り止まない拍手に対してもう一曲、我々は最後にアンコールをお届けしてお別れしたいと思います。また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました。さようなら。